どうもこんにちは、おっさんゲームズです。 Wii スポーツリゾートのチャンバラ居合斬りをやっていきたいと思います。いきます。チャンバラ居合斬り、落ちてくるものをどちらが先に矢印の通りに切れるかを競う、とっさの判断が勝負の分かれ目でござるというゲームです。はい、引きこもりなんで一人で遊びます。ポケッテか確認して OK 決定。プレイを開始します。最初のお相手は熟練度15のライアーさんですね。いきます。さあどうする。構えました。 OK、 どうする。十字キーがある面が自分の方に向くようにして Wii リモコンを持ってくださいと。 Wii リモコンを上下左右に動かすと剣を振ることができますと。はいはい。矢印の方向に切ってください。こうか。え？違うの？対戦相手より先に矢印の方向に切ることができたら1ポイントゲット。10ポイント先取で勝利です。はい。お、こういうことか。はいはい。どうすんの？これは。こう。オッケー。それでは試合を始めます。了解。構えて。いきます。はじめ。オッケー。横だろうきっと。こうか。あ、くそ、下手かこれ。こうか。オッケー。鉛筆どうやって切るんだ。こうか。オッケー。次パンか。こうだ。オッケー。オレンジか。オッケー。ああ、ダメだった。メロンか。はい。よし。どんぐり？こうか。オッケー。ささ。うわっ。ああ、負けた。卵。オッケー。ほいー。よしよし。うわぁ、早いな、相手。ほいやー。うそ、ケーキ。ちょっと待って。オッケー。マッチポイント。ああ、負けた。ほい、やってくださーい。よし、勝ちました。熟練度15の時にこんだけやられるとはな。はい、というわけで、まあ、見事勝つことができましたので、今日はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございます。ではまた次回。